ごご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は「野村古道作池田大輔『鳥物全集第六巻より『無本人の娘』」この作品集は1955年に刊行されたものですそれでは本文をどうぞ。 危なあ冗談じゃないぜ雨屋の千太郎少年は庭ぼうきを止めて木戸から往来を眺めましたどうしたんだ仙太縁側から声をかけたのは池田大輔でした外からいきなり物を投げるやつがあるんだ当たりどころが悪きゃ危ねえじゃねえか仙太郎はプリプリしておりますおみのに言いつけられて 庭を吐く気になった仙太郎2つ3つおけの上をなで回すともう因縁をつけてほうきの手を休める三段ぼするのでしょぼ紙つぶてじゃねえかそんなもんが当たったところで命に別条あるねえ大助の後ろから顔を出したのは御用聞きの玄太でしたその紙くずがほうへ当たったんだいてえから不思議さセンタは、 しゃがんで足元に転がっている紙つぶ手を広い上げました。赤になんか入ってるだろう。石ころか。それともお蝶目か。センタを仏様と待ちきれて再戦を放ったやつがあるかもしれねえよ。せえ、人馬かにしてやら。おや、変なものが入ってるぜ。元太と応酬しながら紙つぶ手を開いたセンタはちょいっと変な顔をしました。 何が減ってるんだ小判でも弾んだかおけ玉だよあれ見せろおこいつはサンゴのゴブ玉じゃねえか同じ赤い玉でもエッチュ富山の腹板の薬と違ってマドキンがかかっているぜサンゴのゴブ玉どれ池田大輔も庭下駄を履いてやってきました安くありませんねこいつは無傷のゴブ玉ですよ贅沢な人間のおじめかなんかでしょう いや、女の使った品だ。油が染みている。多分かんざしに掘り抜いたんだろう。変なことをしたもんすね。包み紙はどうした？捨てましたよ。センタロウはケロッとしております。それが大切だ。拾ってこい。ええ、センタロウの拾ってきた紙切れ。丁寧にしわを伸ばすと、半紙二枚に達者な金文字で、明後十一日上様。 駒場ののおかりについては容易ならぬたくらみこれあり僧籠につき節に節におとどまり遊ばすようくれぐれもお願い申し上げたて祭りそろと書いてあるではありませんか。センター外を見てこい。これを掘ったのは女だ。勝てん。雨やのセンタ郎は軒に体当たりをくれて鉄砲玉のように飛び出しました。 大変なことでございますね池田様うん池田大輔は半紙の文字と五分の三ゴとを見比べておりますいたずらでしょうかいやいたずらではないいたずらなら石か土くれを投げるはずだ三五の五分玉より同じおときをかけるなら小判か小粒でも入れて投げりゃいいのにゲ太はそんなゲスなことを言って笑うのです 小判や小粒を入れて放り込んでは失礼だと思ったのだろう相手は女だと言ったのはそのためだたしなみのいい女だ一生懸命の心持ちだろうなるほどね池田大輔の知恵がとっさの間にもぬかりなく回るのを玄太はいつものことながら口を開いて聞いておりますところでこの手紙のことだがお前はどう思う いいたずらででねねえととすする底辺ございま本、ね、にもかくにもお奉行様に申し上げて大後日のおらがりをご中止にしていただくか出なきゃお道筋の町人百姓を立ち退かせて猫の子一匹立ち入らねえようにしなきゃなりませんねそれも容易ならぬことだが池田大輔は早速衣服を改めて大岡越前の守に会い投げ込まれた手紙と サンゴの五分玉を見せて早速の途上を進めましたこれはいたずらではないというのだな大助越前の神はその時50年配の分別盛り御嶽4,000石薬寮3,000石でまだ大名には取り立てられておりませんが将軍吉宗にとっては誰よりも頼もしい守り刀だったのです 容姿は岩碑達者の筆跡で良い墨をわざと薄く使った様子は心にくく無傷のサンゴの五分玉も容易にいる品ではございません文句は男の筆跡でいかめしく書いておりますが投げ込んだのは確かに女と存じますが天下性室の折から上様のご寿命を縮めようというたくらみがあろうとも思われぬが恐れながら 年前に上様と庶文の慶子を争われた方があったように承っておりますがよしよしともかくも土壌の上五十役方分けても戸田山城の神様のお考えも承り次第によっては「上様お目通りもお願いしてみよう」「大岡越前の神は早速途上をして将軍吉宗のお目通りを願いました。 この時はもう有形近く、吉宗は表御在所から退いてしばらく休養しておりましたが愛王大岡越の神が下級条文に達したいという申し入れを聞いて気軽に陰見したことは言うまでもありません。八代将軍吉宗には性格上にいろいろの非難もありましたが徳川十五代中では 第一番の名君ということはおそらくいかなる歯科にも異論がなく分けても質素で堅実でもったいぶらないこととよく進化の勇を聞いたことは当時の権力者としては珍しい美徳でした一つは野外運動が好きであったせいか年に二、三度ずつは向島雑司賀や駒場などに鷹狩りを催し木綿の着物に わらちがけで出かけ気が向けば田んぼのお百姓にまで話しかけたと言われております特によく催したのはうずら狩りで二百二十年前といっても江戸の郊外の駒場の元の一行のあたりにそんなにうずらがいるわけはないようだが多分将軍お鷹野の時は要領よく貝うずらを放ってお経を添えたのかもわかりません。 それはとにかく大岡越前神が将軍吉宗に目通りを願って池田大輔のお長屋に投げ込まれた密告の手紙を証拠に明後日に迫ったお高野の中止を直々にお願いすると吉宗は子供投げに笑って「心配無用じゃ多様なことで高野を中止したら当人百姓どもはこの吉宗を臆病者と言うであろう。 いちいち投げ踏みや告げ口に驚き恐れては何をすることもできないではないかこう言い切るのです誠に簡達な将軍様ですがそのために町方の役人プロクワ組をはじめ警備の役人の苦心は一通りでないことになります 第2章うわあ驚いたの驚かねえな雨屋の千太郎は鉄砲玉の予防に飛んで帰りましたその夜の猪刻の10時過ぎですどうしたの仙太郎さん泥だらけじゃないのまちおみのはお勝手口を開けてやって思わず大きな声を出しました掲げた手色の明かりに照らし出された仙太郎の格好は泥と血にまみれて 全く惨憺たるものだったのです。え、大きな声するね。なんで、話が少しばかり出ただけじゃねえか。まあ、私は千太郎さんが切られたのかと思ったよ。切られた人間がこんなに達者に歩けるかい。火を貸してくんな。糸端へ行って体を洗ってくるから。千太郎はそれでも元気に糸端へ。 でほとんど全身を洗うとおみのから借りた大助の古い合わせを引っ掛けて襟のあたりを気にしながら大助の部屋に通りましたどうしたセンターけがをしなかったのか大助の目はこのけなげな少年をいたわります怪我なんかするもんかでもしどい目にあったぜドボンの中へ放り込まれたんだ 幸い水はなかったが、あんころ餅みたいに泥だらけさ。おまけに揉み合っているうちに、嫌ってほど顔を打って、鼻血が一生までだぜ。千太郎の話は少し大げさです。そいつは気の毒だったな。え守備よく突き止めたのかこの時、お笑いへ飛び出すと、向こうの街角に若い上品な女が一人立っているじゃねえか。お好きやばしうちに、めったにあんな女がいるはずはねえ。 その女をつけていくと虎の門からタゴシへ出て新明前から失敬して日本橋へ来るじゃねえかお前につけられると知って開くつもりだったな腹は減るし日は暮れるし日が来じゃねえが諦めて引き消すわけにもいかねえ雨唾を飲み飲み九段を上がって班長へ出た時は真っ暗になっていたよおいらも疲れたが 相手もヘトヘトになった様子で諦めたものかそっからまっすぐに赤坂のおみつけを出て青山の道を百人町のぐらい潜り込みとあるうちへ入った時はホッとしたぜずいぶん歩いたな100里ぐらい歩いたような心持ちだが半日で100里歩けるわけはないせいぜいよりか五里だろう尺に触るから戸の隙間から覗いてやったが何にも見えやしねえ しばらく我慢して粘っていると隙間の正面へ前を据えておいらをここまで連れてきた娘がうまそうに晩飯を始めるじゃねえかこっちだって同じように歩いて気が遠くなるほど腹が減ってるんだ目指しに漬物でも見せびらかされちゃ尺に触るじゃねえか思わず大きな空ぜをするとお前は本当に咳をしたのか池田大輔も雨屋の千太郎の無法さにはさすがに呆れました ああ、やったよ。思いっきりでっかいやつをね。するといきなり、うちの中から強そうな侍が飛び出してきて、くせ者といきなり、ひラハを振り回しやがったよ。尺に触ったが、こっちは握り拳だ。いや、逃げたの、逃げねえの。それは面白いね。面白いもんか。思いっきり腹が減った時、逃げてみねえ。頭ばっかり先へ行くが、本屋が言うことを聞かねえ。とうとう、毎年院前で、追いつかれてよ。 襟紙を取って土分の中へ野良猫のように投げ込まれたんだ「温かい」なんて悪口は言うもんじゃねえと思ったや言われたものの身になれやあんな悔しいことはねえぜ仙太郎の話は途方もなく発展しますが精一杯に骨を折ったことだけは受け取れます「その娘の顔はよく見たんだな後をつけているうちは 時々後ろを振り返るだけで目鼻立ちの見当まではつかなかったが節穴から覗いた時鼻の開くほどよく見たよいい女だぜお美さんとどっちかな千太郎さんおみ乃も後ろで聞いていたのですその家には他にどんな人がいた少し年を取った男がいたよ武家言葉だったが顔は見えなかった隙間が狭すぎるんだよ隙間は広いに限るね それかからお前を追っかけてきた武家は大介は仙太郎のシャレなどに取り合ってはおりません逃げる方が忙しかったんだ振り返って人相を見る隙なんかありやしねえきねえ仙太郎さんはお御堂はつい噴き出してしまいましたええ、白羽を振りかぶって追っかけられてみねえ振り返って相手の人相を見ていられるかいられねえか <laughs> こんなことを抜け抜けという千太郎です。第3章その明る日の朝池田様、明日という今日、とうとうおなり道に不浄の血を流しやした。お出役をお願いします。御用聞きの源太が少し面んらって飛び込んできました。どこだ青山百人町、おふやの裏に住んでいる浪人者で田崎伝志郎とか申しました。あ、あの家だよ。 一晩池田大輔のお長屋に泊まって遅い朝飯を書き込んでいた千太郎は慌てた風でおってから飛び込んできましたあのうちというと夕べお前がつけた娘のうちかそうだよ百人町の豆腐屋裏間違いはねえよそいつは司祭がありそうだ行ってみよう玄太千太郎も一緒に来るがいい三人は支度もそこそこ 百人町へ飛んん。だことは言うままでもありません豆腐屋の裏の老宅は土地の御用を聞き町役人をはじめいっぱいのやじ馬を集めて長屋の井戸替えほどの騒ぎでした明日は将軍吉宗ここを通って駒場のでうずらがりというのに沿道に人情沙汰があっては土地の役人の責任は重大です。その頃のの頃将軍のおなりは、 想像以上に馬鹿げたもので一日の煙止めをして万一の火事に備えたのはまだしもひどいことになると店を閉めさせて雨戸に目張りをした上時には表通りの町人どもに家を開けさせた例さえあります八代将軍吉宗はいわゆる分かった上様でお忍びのおなりの場合は町人どもに日常の 生業を営ませた上、乗り物の扉を払って土下座はさせたにしてもともかく庶民に顔を見せたと言われその点誠に平民的でしたがその反面には三位心の強いこともひとしおで分けても藪田助八を登用して庭番頭とし将軍直属の隠密網を日本全国に張り渡し自分の意に 従わずものを徹底的に追求して容赦しないという風もありましたこの名君肩着の吉宗を迎える遠道の心遣いは容易のことではありませんどいたどいたうるさくつきまとうやつはみんな関わりやだぞ玄太が怒鳴り散らすと野矢馬の人垣はどっと二つに割れます田崎伝志郎の老宅は思いのほか裕福らしく 殺された主人伝四郎の死骸は奥の八丈に置いたまま検死を待っているのでした死骸は床の上に横たえてありますがいざりよってその上覆いを取ると四十五六の穏やかそうな武家で寝巻き姿に羽織を引っ掛けたまま右肩先から袈裟掛けに切られて死んでいるのです部屋の中でこれだけの技をするのは座っているところを切ったにしても よっぽど末物斬りのすごい腕を持った相手でしょう池田大輔は静かに黙礼して死骸のそばを離れました死骸を守っているのは殺された田崎伝志郎の娘で頼という二十歳前後の娘とその許嫁という黒の兵作という二十七八の立派な浪人者この男の戦闘的なたくましい骨格や 顎の張った浅黒い顔は、未成年というには縁が遠いにしても、なんとなく頼もしさがあります。娘の頼りは、非凡の美しさで、この華奢ではあるが健康そうな体も、知的な、そのくせ、ういいしい可愛らしさも、類少ない魅力です。はっ、ユンベオイラが後をつけたのは、その女の人だぜ。 一足遅れてきた。雨屋の千太郎は池田大輔の袖を引きながら縁側から張り上げます。この娘頼、頼りが昨日センタにつけさした女で、このうちが昨夜、千太郎の覗いたうちだとすると、話がだいぶ面白くなりそうです。黙っていろセンタ池田大輔はまだ何やら言いたらぬらしい。センタの口を半分は目がおで止めました。

話し声がしたように思いましたが大した気にもせずにおりますと「中間だが時々夜中にそんなことがあるのだな」あ<っ>「あ大助に問われて頼りはあっと絶句しましたが続けて流されてようやく語り続けます」「そのうち何やらただならぬ物音がいたしました」「はっと起き直ろうとするところを何者とも知れず飛び込みざま」 床の上へ私を押し付け手早く枕で口を塞いで脱ぎ捨てた細ひもでしびれるほど硬く縛り上げられてしまいましたそうして猿器をかませた上もう一度縛り直して上からか巻まきを着せられその上からもう一度縛ってセモ者はそのまま逃げ去りました縛り直したと言われたなはいあまりひどく縛ったことに気がついたのでございましょう 2度目には手首や足首にあり合わせの手ぬぐいや小幅を巻きその上からゆるく縛り直しましたゆるくは縛ってくれましたが結び目が厳重で灰巻きの上からもう一度帯で縛られましたので動くことも転げることも声を立てることもできませんそれからそれから一時ばかりするとまだ薄暗いのに黒野様が駆けつけてくださいました黒の氏はどこから入られたのかな 表は閉まっておりましたので裏の父の部屋の縁側の雨戸を開けて入ったそうでございます。「締まりは大助は問いを挟みました。くせ者が逃げたあとで締まりはなかった雨戸は閉めてあったが浪人黒の平作は独り言のように言います。黒の様は たしののられてていいるのをご覧にななってびっびくりなさいましたともかくも解いていただいて父の部屋へ参りますと頼りは旗と絶句して唇を噛むのです豊かな方を洗ってしばらくは吹きあえぬ涙が膝をぬらします「黒の殿とやらどうして今朝に限ってそんなに早く来られたのだ?」。大介はこのたくましい浪人者に顔を向けました。 この間からいろいろと気になることがある上昨日頼り殿が一日怪しいものにつけられたと申すのが気になって帰っては見たものの一晩眠らずに過ごしました恋する者の敏感さでしょうそう言って黒の閉鎖は表を伏せるのでしたお宅はつい近所久保町でござる黒の閉鎖は思いのほか丁寧でした この,ものをご存知かな。大助は縁側へ顔を出している仙太郎を指さしました。昨夜貴殿に下水の中へ投げ込まれた相手でござるが「え頼り殿はご存じのはず昨日一日後をつけて江戸中を歩いたのはこの千太郎でござるが」。池田大助は何の匠もなくズけズけと言ってのけるのでした。この上は お隠しにも及ぶすき屋橋の拙者の長屋にサンゴの五ブ玉を包んで投げ込まれた書面のことについてお尋ねいたしたいそれはあのあれはどなたが書かれたのかまた明日に迫る大事上様御道筋を犯す企てとやらはどこから出た噂かそれを一応承りたい池田大輔は事件の重大さに開きなぼりました 一向に存じませんが頼りは辛くも顔を上げましたそばから許嫁の黒の平作の顔色に励まされて必死と思い定めたよぼすですそれは言い逃れと申すものだ現にこの仙太郎がおすきばしからつけたのをどんな思才で半日江戸中を引き回されたそれを承りたい私はただ怖かったのでございます 頼りは一生懸命に頭を振るのです。これ以上強いて尋ねたら、泣き出し金まじき顔色です。第四章。失いものを。池田大輔は。問いを変えました。頼りの。 困惑した顔を見ていると若い池田大輔にはそれ以上密告書の追求はできなかったのです父の手文庫がなくなっておりましたが今朝見るとそれは庭に捨ててあって中の金子だけが持ち去られましたいかほどぐらい五百両余りと覚えておりますその手文庫を拝見いたしたいあれでございます床の間に置いてあった一貫張りの手文庫を 頼りは大助の前へ持ってきました庭に捨ててあっただけに隅々には泥がついておりますが別に破損もなく中にはケースが一貫と古い意味のない手紙が四五通それはおそらく祖先の誰かや早く亡くなった配偶の塊といったものでしょうその中にたった一つ八つ折の半紙に書いた訳のわからぬ書面が一通と 今年、享保十二年の「須原屋茂平造反」の「武漢」四冊組のうちお役付きだけが一冊入っているのが目を引きます。不思議な書面を広げてみると「十歳終わり十一、う三十はじめ六十二歳二、終わり同じく十三、二つ目七歳はじめ」。 もよりり何何が何やら少しも分かりません。池田大輔は黙ってそれを懐中に入れると一応隣の部屋を覗きました。そこには叔父の大沢運平という四十男殺された主人の昔の宝梅という浅川何がしなどという五十男が町内5人組の人たちと一緒に近所のおかみさんたちに指図をしたり。 弔いの支度に忙しく立ち働いておりますが何を聞いてもあまり参考になるような話はありませんただ殺された田崎伝志郎は元御三家筋の家来であったこと本当な人物で近所の評判も良く暮らし向きも楽であったことそれからこれは少し重大ですが夜な夜な旧藩の関係らしい武家が入れ替わり立ち替わり訪ねてきて 何やら夜更けまで話していたことなどがわかりました娘の頼りに聞くと頑固に口をつぐんで何にも言わず強いて問い詰めると「父のところへ時々夜の客はございましたが女子どもは邪魔だとおっしゃって私は酔いのうちから床の中へ追いやられました何をお話ししていらっしゃることやら小さい声で私にはわかりませんでした」。というだけ。 い漬けの黒の閉作に尋ねても拙者が何にも知っているはずはない簡単に頭を振って跳ねつけるだけです縛ってしっぱたいじゃどうですここが謀反の筋はございませんか御用聞きの玄太はいきり立ちますがいや待てここで荒立てては事の破れだしばらく様子を見ろがいいえ お前は土地の下っ引きをできるだけ大勢集めてここで見張ってくれ池田様は越前の神様に申し上げたいことがあるよいか黒の兵策と頼りを縛ってはならんぞそれから外へ出してもならんぞかしこまりました不正武将にうなずく源太と大勢の下っ引きを残して池田大輔と千太郎は百人町を立ち入れました第五章 久保町の黒の閉鎖の老宅はすぐわかりました駄菓子屋の裏座敷を借りての一人住まいで生活は至って簡素ですがなかなかに贅沢もの宿の駄菓子屋の女房の話では近所の評判も悪くありません金遣いの綺麗なせいでしょうただし入り口が独立しているので駄菓子屋の女房には黒の閉鎖の出入りはわかりません 田崎の娘、よりとの間はなかなかに細やかで黒の閉作がその祝言の日を楽しみきっている様子がことごとに付けてよくわかります池田大輔はこれだけのことを聞き出すとまっすぐにお隙き屋橋に帰り大岡越前神に会って事件の全貌を報告した後「これで明日」 上様お借りの道を予防してお行列をお貸し立てつらんとした企ても分かりました。早速十分のお指図を願います。待て待てその方一人で飲み込んでも困る。明日の企てというのは一体誰がどこで何をしようというのだお世継ぎのことから上様をお恨み申し上げる大半の浪人どもの陰謀にござります。それは私にも分かるが。 この書面をご覧くださいますように。それは殺害された田崎伝四郎の手文庫の中からお役付き武漢と一緒に出ましたどれどれ越前の神の前に掲げたのは例の判事者のような書面お行列配管の者どもはよく武漢を所持してお供の方々のおもんどころやお道具を比べて喜んでおります お行列拝観の者の所持品はやかましく取り調べますが武漢だけはお見逃しになります。そのあたりの様子を知って上様ご寿命を狙うくせ者どもはお役付き武漢を仲間の相印にいたしたものでございましょう。お行列拝観の者が所持するのは十中八九まで手軽な袖武官に限ります。それを四冊揃えの大武漢のうちお役付き一冊だけ持っておれば。 仲間の目印にまず紛れはございません。<laughs> セ者どもはまたその武漢を種本にして暗号の手紙を取り交わしておる様子でございますこの田崎伝四郎の手文庫から出た手紙を判じますと最初の「実際終」わりは武漢十枚目の表の終わりの文字で「馬」という字にあたります次の「六十一右三十二はじめ」は「 六十一枚目の裏五本丸お坊主衆の名前のところで三十二人目の頭文字宮田立平の宮の字になります第三番目の六十一歳に終わりは六十二枚目の二人目の名前の終わりの文字で駅の字第四番目は同じ六十二枚の十三人目の名前の文字で坂の字終わりの七歳始めは 七枚目の表の最初の文字で自社奉行の字の字になりますこれを続けて読むと馬、宮増坂、寺となり馬は馬で明、十月十一日馬の国、宮増坂の寺洋雄寺の付近に集まる暗号と存じますうまいな大助愛心大助の命に 大越前神すっかり喜んでしまいました上様お鷹狩りはそぼちょぼのご神髪ご中期は駒場で召されてご帰還は猿時と承りました昼頃はちょうど警護の手も目も緩む自分その隙をうかがって宮益高へ集まり上様ご帰還の道筋をお菓し立て祀る企てにそぼいございません池田大輔は こうはっきり言い切るのですよし万々一にもそれに間違いはあるまい石子晩作を呼べ大岡越前の神は張り切って立ち上がりました目に見えない陰謀に悩まされていたのが池田大輔の働きで一変に相手の動きがわかりようやく修備を開いたのでしょうそのあくる日八代将軍吉宗の 駒場のうずらがりの木とぼ狙った老人者十幾人はその日の昼少し過ぎ宮益坂の寺の裏で一網打尽にされましたそぶしてそんな騒ぎがあったとも知らぬ将軍吉宗は自分の前世を謳歌する沿道の土民の中を征服者らしい誇らしさとそうして 君らしい寛大な心持ちでわずかばかりの謹慎に守られながら悠々として生まれ帰ったのです第6章池田様謀反人は縛られましたが百人町の浪人殺しの下手人はまだ使われませんねその日の夕刻大輔のお長屋へ顔を出したのは御用聞きの源太でしたこれから行くところだ。 お前を待っていたのだよ。相手は存分に手ごわい気をつけるがよいへえ強かったところで手したことはございませんそう言いながら玄太は相手の手ごわさなどは眼中にも置かない様子です青山百人ちょぼの豆腐屋の裏へ行くとセンタお前は黒野さんを呼び出してくれ久保町のお家へ泥棒が入りましたとでも言うがよい心得た一足先に入ったセン太郎は 酔闇の庭先へ黒の閉鎖をおびき出したことは言うまでもありません。何久保町の家へ泥棒が入った。嘘ではないか。ぬっと出た黒の閉鎖の前へ。およど。玄太は体当たりをくれるように飛びついたのです。何無礼だろ。不条約人が。腰をひねった閉鎖、素早く一刀を抜いて闇の中に構えました。神妙にせい。 飛びついた玄太は危うく人たちは免れましたがそのかわりハエのように飛ばされました「玄太お前では手に負えまい変わってやろう」いすははこから飛び込みますこのり物は深刻で骨が折れました。が、池田大介の若さと聡明さがものを言ってようやく相手の獲物をたたき落とし玄太と2人でくみしいた時き、 縁側の雨戸を開けてそのすさまじい乱闘を眺めていた許嫁の頼は仏前の明かりぼせにしてさめざめと泣いているのでした事件が落着してから源太の熱心な問いに池田大介はこう説明してやりました「田崎伝四郎は上様を恨む一味の一人であった。 500両の金はその仲間の費用でもあったろう。夜な夜な隣の部屋の密談を聞いて娘がそっと許けの黒の閉策に相談をした。上様のご寿命を絡めるような企てはしくじってもやり遂げても無事に済むはずはなくやがて一味の者の,の三族にも罪が及ぶだろう。それを考えて黒の閉策は自分の書いた密告書を 頼りに私の家の庭に投げ込ませた。上様お借りが中止になれば陰謀も立ち消えになり父の田崎伝四郎をはじめ一をことごとく無事に住むと思ったのだ。へえそこまではよかったがそれからがいけない黒の閉策は考えた。上様の簡達なご気象ではお高がりはお中止にはなるまいそれよりは一思いに狩猟株の 田崎伝四郎をさせば計画はくじけるかもしれずよしや陰謀を進めるとしても田崎の娘頼りにまではお咎めは及ぶまいと考えた悪いやつですね悪いやつだよそれに舅にもひとしき田崎伝四郎を殺した上手分庫の金まで奪っている千太郎に久保町のうちに泥棒が入ったと言わせると驚いて飛び出したのは その五百両を久保町の老宅に隠してあるためだへえでその黒野が下手人と分かった道筋は田崎が時々うちへ夜中に同志を引き入れたというが寝巻きのままで会うのは同志に対する礼儀でないあれは相手が親しい目下の者の証拠だそれから癖者は頼りを縛りなぼしている自分の許可づけだから親は殺したが 娘には怪我をさしたくない弱々しい娘の手足へ手ぬぐいやヒレを巻いた上からやんわりと縛った<ー>それから夜の明けきらぬうちに来たのも変だし村から入ったというのに主人の殺されているのに気のつかないのもおかしいこれでわかったかよくわかりましたがあの娘がかわいそうでございますねしたたかな御用を聞き たののにも涙はあったのですかわいそうだが致し方あるまい。だが親を殺すような悪人と知らずに縁を結ぶよりは娘の一生のためにはかえって幸せかもしれぬではないか。それにしても手紙に石っころや小粒を入れて投げるのを嫌って大事なサンゴの五分玉を包んで父親の命を助けたさに。 放り込んだ心がけがいじらしいではないか若い池田大輔は時にはこんな年寄りじみた実会もするのでした野村古道作池田大輔取物全集第六巻より「謀本人の娘」。 1955年刊行全文読み切り